今回はリクエストが多かったので、私が使っているヘアケア商品を紹介します。まず、私が一番大切だと思っているのは食事です。髪の毛はお肌のように自己修復能力がないので、毛穴から生まれるとあとは傷んでいく一方です。必要な栄養がないと健康な髪の毛は生まれません。特に年を取れば取るほどそれがはっきりとわかると思います。もちろん人種によってある程度の髪質の違いはあると思いますが、良質のタンパク質、ミネラル、ビタミンをバランスよくとって自分の毛根から最高の状態の髪の毛を生み出すことが大切だと思います。私も6年前から食生活を見直して枝毛切れ毛がだいぶ減りました。シャンプーやトリートメントはその次です。私はお風呂場に塩素をカットする浄水器をつけているのですが、それもいいと思います。まずこれがピュアナチュラルシャンプーとトリートメント、両方ともしっとりタイプです。こちらもしっとりタイプ。私はネットで購入しましたが、ドラッグストアで一部扱っている店舗があるようです。次に、これがココイルシャンプーといって、元美容師の方が作ったシャンプーでトリートメント効果があるものです。量り売りで購入するので、自分でシャンプーボトルなどに詰め替えて使っています。普通のシャンプーと少し違うのが、シャンプー後 1,2 分置いてから洗い流すというところです。普通のシャンプーよりもしっとりと仕上がって最近のお気に入りです。普通のシャンプーよりはしっとりとするんですが、それだけでは少し物足りないので、ココイルシャンプーを使った後にピュアナチュラルトリートメントかロゴナのトリートメントを使っています。こちらのロゴナのほほばのトリートメントは髪の毛の傷みが気になるときに使います。ロゴナはドイツのオーガニックコスメブランドで BDIH にも認定されているので、もちろんシリコンフリーです。頭皮についても安心なのでヘアパックなどもしっかりできます。ただ少し高いので週に2回ぐらいしか使っていません。このロゴナはもちろんシリコンフリーですが、最初に紹介したピュアナチュラルシャンプー、トリートメント、ココイルシャンプーもすべてシリコンフリーです。ジメチコンなどのシリコン入りのものは確かに指通りが良くなるので、髪の毛がとても傷んでいて絡まる時などの摩擦を抑えるという点では良いと思いますが、私は頭皮につけたくないので今は使っていません。あとこの頭皮のスカルプ用のブラシは血行を良くするためにシャンプーの時などに使います。強くこすりすぎないように優しくマッサージするように使っています。そしてこれがファンケルのボタニカルピュアオイルです。オリーブオイルから抽出した植物性のスクワランオイルです。髪の毛だけでなく顔やボディにも使えるのでとても便利だと思います。最近ボトルパッケージが新しくなったので、この形とは違うボトルデザインになっていると思います。使い方はタオルドライをした髪の毛になじませてしばらく置いてから自然乾燥もしくはドライヤーで乾かすだけです。今回私が紹介した
今私が使っている商品はすべてシリコンフリー、シリコンが入っていないものですが、頭皮につけなければ、個人の判断で使うのもいいとは思います。あと言い忘れましたが、シャンプーの時はシャンプーの前にしっかりと髪の毛を濡らせて、水分を含ませてからシャンプーをして、流す時もしっかりと流してください。で、タオルドライをした後、ファンケルのボタニカルピュアオイルを髪の毛になじませます。その後タオルなどで髪の毛を包んでしばらく置いておくのですが、私の場合タオルだとちょっと緩んできたりずれてきたりするので、このマイクロスパターバンを使います。ピンクと紫の2種類持っています。しっかりと固定されて水分もよく吸い取ってくれるので、とても便利だと思います。あとは10分か15分後にこのヘアターバンを外して、ドライヤーで根元だけを軽く乾かして、毛先は自然乾燥させます。ドライヤーを全く使わずに完全に自然乾燥で乾かす時もあります。